めて、ユウを名前に似たらしいんだけど、そんなの親の育て方次第だよな。そうだって、本当にプロセスだよね。いや、それはうちの親が。親のせいにするの無理なんだけど、そんなんだからいつまでたっても彼女できないんだよ。うちの親、今から結構子育て大変そうなんだけど、大丈夫かな。まあ、初めての子で慣れてないと思うし、仕方ないわよ。温かく見守りましょう。あー、そろそろあれ吸いて。マジであれ吸ってないと精神安定しないわ。マジで一回吸い始めたら止まらないよな。ママのおっぱいマジで最高だわ。みんなどっちが好き？ママ派いいね、パパ派リツイート。今日の動画は親がいた瞬間に浮気してみたです。20人あげるからぜひ見てね。は？親に迷惑かけるとか迷惑系 YouTuber じゃん。昨日夜中にパパがママのおっぱい吸ってるところ見たんだけど、大人になってもおっぱい吸うんだな。うちの母親、またいないいないバーで笑わせようとしてきた。もうそれで笑うとしたら卒業したんだけどな。かわいそうだから笑ってあげるけど。やっぱりガラガラガシにしてる男の人ってかっこいいよね。F が開始します。僕体重 3600g あります。俺 3300g ありますし、身長も 52cm ありますよ。今度よければ一緒にミルク飲みに行きません？いやー、今日のボリュームうまかったわ。俺今日は粉ミルクだったわ。うまいけど母乳に比べたら味は劣るよな。お前らまだ母乳とかミルク飲んでんの？は？俺も離乳食だが。ついこの間までこっちが笑ったのに。離乳食が最高だわ。動画でも言いましたが、離乳食食べてる人は本当にバカなんですよね。動画見ましたけど本当ですか？最近ミルクから離乳食にしたのですが、この先心配です。Thank you.